スリープフリックス講師の伊藤です。今回はエボルブ第2弾になります。第1回目は主にどのように使用するのか、どこに何の音があるのか、基本的な使い方を見てきました。今回は主にパラメータの説明やキースイッチでエフェクトを扱えるトリガーエフェクス、ダメージにもありましたね、こちらを見ていきたいと思います。こちらのサンプルでも使用しておりますが、エボルブではたくさんの強力なエフェクトを使用することができます。その中に珍しいものや、また少し設定が複雑なものなどもございますので、そのあたりも含め確認してまいりましょう。それではまずはこちらのメインページのタブから見ていきましょう。マスターエフェクツ、フィルターズ、アンプリチュードエンベロップとあります。まずはマスターエフェクツから見ていきましょう。こちらの部分からエフェクトを選択することができます。上からスクリーマー、ローファイ、キャビネット、ディレイ、リバーブとあります。それではまずはこちらのスクリーマーから確認していきましょう。こちらのスクリーマーではストンプボックススタイルのディストーションを使用することができます。ギターのディストーションのイメージに非常に近いです。こちらのエフェクトを使うことにより、名前の通り音が叫んでいるように歪みを加えることができます。実際にエフェクトありとなしで聴き比べてみましょう。なしの状態、エフェクトをオンにするにはこちらをクリックします。ありの状態、だいぶ迫力が違いますね。こちらのドライブのつまみでは歪みの量をコントロールできます。こちらのトーンではシグナルの明るさを、ブライトではさらに高周波数のトーンをコントロールできます。それでは次にこちらのローファイをチェックしていきましょう。まずなしの状態、ありの状態で聞いてみましょう。これらもダメージと同じでノイズ量、ビッツで音の解像度を制御し、デジタルディストーションの効果を追加できると。こちら S レイトとありますが、こちらはサンプルレイトのことです。サンプルレイトを減らすことにより、エリアシングを追加できると。それでは次はキャビネット、こちらを見ていきましょう。キャビネットではスピーカーキャビネットのサウンドをエミュレートできます。大幅に楽器の雰囲気を変えることもできるので、かなり面白いエフェクトとなっております。それではキャビネットをオンにして、まずはこちらのサイズ、スピーカーのサイズを決定できます。低い設定にすると安価なスピーカーの効果が得られます。それでは実際に聞いてみましょう。上げていきます。音色をかなり独特にできますね。エアでは空気感のコントロールができ、トレブルではハイフリクエンシーのコントロールができます。それでは次はディレイ、こちらのレベルでディレイのレベルを調節できると。遅れて聞こえてくる音のレベルを調節できるということですね。こちらだと小さい、こちらだと大きく聞こえてくる。こちらはおなじみフィードバックですね。フィードバックが短いとすぐに終わってしまうが、長いと ということですね。こちらのタイムではテンポに同期するディレイのノート値を選択できるのですが、よく見る16分の1や8分の1とは違った表記になっております。ではこの数値が何を意味するかと言いますと、分子の部分になります。分母は16です。つまりこのように16分音符で返ってきてほしいときは、こちらの数値を1にします。ちなみにここからここまでが1になりますのでご注意ください。では数値1なので実際に聞いてみましょう。このようになります。ということは2にすれば16分の2イコール8分の1なので、このように聞こえてくるはず。3ですと16分の3ですので普天8分音符ということになります。4ですと16分の4、すなわち4分の1ということになります。
その後の数字も16部が分母です。その上の分子の値になりますので、そこに注意して使用してみてください。それでは次はリバーブ。こちらのレベルでリバーブのレベルをコントロールすると。こちらでルームのサイズを選択します。大きなサイズにするとホールリバーブになりますね。こちらダンピング、ダメージでもありましたね。吸収率を調節できると。こちらにすればするほど透明感が増しますね。これらエフェクトは様々な楽器や音にかけることができますので、ぜひ音作りにもこだわってみてください。こちらはハイパスローパスですね。同時使用もできると。ちなみにこちらのエフェクトも同時に使用することができます。それでは最後にこちらのトリガーエフェクスを見ていきましょう。トリガーエフェクスのタブがある音源では、これらエフェクトをキースイッチで扱うことができます。ダメージでもこちらありましたね。C6 から B6。つまり、今こちらには表示されておりませんね。タブ上げて、これらのキーでエフェクトを切り替えていくと。左から強力なディストーション効果。スチュレート、オーバードライブディストーションですね。キャビネット、ローファイ、フィルター。こちらではモジュレーティッドフィルターエフェクトを使用できる。EQ スイープ。こちらもモジュレーティッドイコライザーを使用できます。パンナーでは楽器のパノラマポジションの調整。ローテイター。ロータリースピーカーのエミュレーションになります。ピッチエンベロープ。そしてこちらディレイ2種類ありますが、ディレイ1の方が早いスラップバックエコーになります。ディレイ2は遅めのリズミックエコーになります。そしてこちらグリッチャー、グリッチエフェクトを使用できます。実際に聞いてみましょう。このようにイボルブには非常に強力なエフェクトや便利なトリガーエフェクスが使用できますので、ぜひ音を作り込んだりループを再アレンジしてみてください。ミテーションズ、ミテーション2で立ち上げた音源も見た目が違うだけでメインページもトリガーエフェクスも使い方は同じですので、こちらもご確認ください。次回はパーカッシブやトーナルのアルペジオで出てくるこちらの画面、シークエンスとありますね。こちらを中心に説明してまいります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。